埼玉県立川口東高等学校は、埼玉県川口市町蔵3丁目にある全日制、普通科、男女共学の公立高等学校。3学期制、50分6時間授業。1.2年時は、共通科目を履修し、3年時に、文系、理系、総合系の3つに分かれる。2003年から、朝の10分間読書を実施しており、 8時40分から全校一斉で10分間の朝読書を行っている。自ら学ぶ力を養うため、毎朝ホームルーム前に好きな本を生徒全員が読む。憲法、教育基本法に則り、生徒一人一人の素質を啓発し連磨することにより、真理と正義を希求し、自主的精神に満ちた、心身ともに健康で、しかも自他の敬愛と協力によって、明日の国家、 社会の発展に熱意を持って貢献することのできる人間を育成する。球技大会、体育祭、文化祭、マラソン大会、修学旅行、芸術鑑賞会などがある。マラソン大会は、戸田市にある彩り湖で行われ、1周4 5トルを、男子は3周、女子は2周を走る。特に、ハンドボール部が競合、バレーボール部は現在女子のみである。 軟式やキューブはあるが、公式やキューブは存在しない。また、校内にプール施設がないため、水泳部もない。ありがとうございます。